リンダ・ラブレース・リンダ・ラブレース、本名リンダ・スーザン・ボアマンは、アメリカ合衆国ニューヨーク市ブロンクス出身の女優。1972年のポルノ映画、ディープスロートで有名となり、その後、ポルノ映画に対する反論者になった。史上最も成功したポルノ映画である、ディープスロートに出演する前、いくつかの短編ハードコアポルノ映画に主演。その後、 多くのソフトコアポルノ映画に出演したが、それらの多くは失敗作だった。ディープスロートについては、出演料が支払われず、映画は約6億ドルの総収益を上げたが、夫のチャックトレーナーは1250ドルしか受け取らなかったと主張。さらに彼女は、申し立てによると、循環ポルノ映画を作ったことで非難されたが、常にそれを否定した。映画デビューの数年後、 夫が自分に銃を突きつけて、ポルノ映画への出演を強要したと主張。その後、トレーナーとは1973年に離婚している。1980年に出版された自助伝によれば、カップルの関係は、暴力、強姦、売春、ポルノ映画によって悩まされたものであったという。ディープスロートで大ポルノスターとなった後、様々なメディアに出演。 1975年には、レッド・チェッペリンのコンサートでの MC を行った。いくつかの改造区番で、彼女の MC を聞くことができる。ポルノ映画への出演経験をもとに、ポルノ映画調査委員会の前で証言し、大学キャンパスや、その他のいろんな場所で講義を行った。常に、ポルノ映画産業の監修を、思いやりのないものとして非難した。2002年4月3日に、 車を運転中に事故を起こし、重傷を負う。4月22日に生命維持装置を外され、コロラド州デンバーで死去した。元夫のチャックトレーナーは、ラブレースが死去した3ヶ月後、2002年7月22日に心臓発作で死去している。ありがとうございます。